そうすることによって麺がすごく締まる。汁はね、全部かけてください。ここにもりもりで、二郎系なんで。はい、ということでですね、完全にヤムリウジで撮ってたんですけども、それのせいでですね、逆にテンション上がりましてですね、今日テンションマックスです。トラトラトラということで、今回はですね、このチャンネルでは、まあ一回やったか、そば料理ね、池森さんと一緒にやった時にそばやったんですけども、結構僕そばハマりまして、そばレシピばっか作ってるんですけども、その中でもね、僕はこれはいけたやろと思うですね、冷やし肉そば至高シリーズでございます。マジでうまい、そば界のジロー、それぐらいパンチのあるレシピでございます。作り方もね、結構簡単、つゆから作るんですけども、結構簡単なんですよ。なのでこれからやっていただきます。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきます。そばなんで、そばです。もうこれ乾麺、普通のやつね、4分茹でのやつね。そして豚バラ、これ牛丼とかでもいいんですけども、僕豚派なんで、豚バラが 100g、 100g 結構ありますね、肉そばなんでね。ネギ、3分の1本ぐらいですね、これ結構あるんで、まあ 40g ぐらいと思い出してください。で、生姜が 5g です。生生姜できればやってください。あと鰹節、3g。 あとは調味料は概要欄に書いてありますんで、そしてチェックしてみてください。じゃあやってきました、この時間が。飲んじゃうぞ今日も皆さん。至高になってきますからね、私アルチューマシン2号入れます。はい、テイルズのコラボの時にライフボトルだって言ってたら、いやそれリキュールボトルでしょって言われたから、確かにと思って。ということで、水からを試行にしていきます。あ、すいません、ちょっと旅の仲間を忘れてた。スーパーなの、レモンなの、どっちが好きなの？スーパー。あ、スーパー。スーパー。スーパーで。はい、スーパー。作ろう。作っていい。テンションマックスで作っていきます。お野菜から切っていきます。お野菜ね、ネギはね、いつもね、僕小ネギ使ってるんですけど、この場合はね、長ネギの方がいいです。なんてかっていうと、日本そばとかってやっぱこういう長ネギの小口切りじゃないですか。で、ちょっと辛みも出てくるんで、長ネギのね、小口切りがいいと思います。はい、こんな感じで切っていきましょうね。3分の1か4分の1ぐらいの、量の、ネギ、まあネギ好きだったらね、ネギ成人の方はいっぱい入れてください、これね。ちょっとね、水つけておくと辛み抜けますから、これね、もう食べるときにはね、抜けてると思うんで、ここに水で、生姜です。生姜もうね、千切りにしちゃいますんで、まずはスライス、こんな感じの千切り生姜にしてください。これね、レンチンしてください。かつお節40秒でいいです。600W40秒、ラップなし。これね、切り落とし肉なんですけど、長いじゃないですか。ちょっとね、半分に切っちゃいたいなと思って、ちぎってもいいんだけどね、縮むから、これ半分ぐらいでね、まあ 4,5 センチの肉の長さにしてください。はい、次を作っていきます。じゃあやっていきたいと思います。まずここにお肉で、これ1人前なんで、1人前以上やりたい方はもう少し大きめの鍋で、倍量作ってください。肉はね、広げながら入れていきます。広げないとね、ちょっとね、固まってしまったりするんで、で、ここにもう生姜も入れちゃいます。火かける前でいいんでね。お醤油です。はい、大さじ2です。みりん、これ大さじ2、甘みつけていきます。醤油はね、基本ベースの味で、みりんが結構入るんですけど、これ甘み漬け。お酒はね、風味付けです。酒もうねえな。で、味の素、これ3振り、これね、昆布だしの代わりですから、必ず入れてください。で、これはね、もう電子レンジに入ってパリパリになってるんで、こんな感じでね、粉にしておく。こうするとね、麺によく絡むカツオになります。これね、池盛りシステムです。はい、お砂糖、ね、肉そばの場合はね、お砂糖結構入れた方が、肉甘みがついて美味しいので、お砂糖はね、小さじ1杯で、調味料を入れたところで、全て入れたところで火にかけます。これがね、肉のうまみもね、油もね、全て入ってね、すっごく美味しくなるの。これ特に炒めたりとかするわけじゃなくて、全部煮詰めるだけなんで、すごくね、
簡単です、これ中火ぐらいでいいです。はい、煮詰めていきましょう。これは目安的にはね、お肉がもう完全に火が通るぐらいですかね。お酒とみりんのアルコールも飛んでいきますんで、お醤の角もね、取れていきます。煮詰めることによって、味がね、まろみが出てくるんですね。火止めます。こうやって、何カナボールに、入れます。その方がね、早く冷えるんで、冷水、110cc、 もう冷たい水がいいですね。ここで急激に温度が下がって冷えます。これでね、冷やし時間がね、短縮されます。味見てください。あ、いい感じで濃くなってるなって感じたら OK です。 100cc のお水とかでもいいんですけどね、そこら辺はもうお好みで。これが濃いなっていう方はもうちょっと水増やしていただいたり、してもいいので、僕はこの濃さが一番好きですね。今回ね、すぐそば茹でちゃうので、冷凍庫に入れてそば茹でて大体ね15分ぐらいかかるんですけども、これから、15分の間に、ね、キンキンに冷えるんで、冷凍庫をうまく使うといいです。冷蔵庫でも大丈夫です。冷蔵庫だと30分ぐらい冷やした方がいいかな。じゃあいきます。じゃあ、まあ麺茹でます。沸騰したお湯にね、たっぷりめがいいです。そばってね、結構ね、とろっと小麦が出ちゃうので、まあ今回は安めのそばだから小麦多いかな、多分。茹で時間今回4分のものになってるんで、3分30秒です。表示よりね、ちょっと短めに茹でる。これ重要です。かき混ぜながら、で、氷水用意しなくていいのがいいんだよね。そばはね、氷水でやるとね、そばの香り落ちちゃうらしいんでね。そうめんはね、氷水使わないと全然美味しくないんだけど、そばに至ってはね、流水だけで美味しいの。これはね、目から鱗だった、この間。まあ、ふつっと湧き上がるような、これぐらいの、もう吹かないぐらい、深めのでかいフライパン持ってない方もいらっしゃると思うんで、ね、片手鍋での茹で方もね、やった方がいい。はい、じゃあですね、3分30秒茹で上がりましたんで、これから洗っていきます。じゃあ、ザルにあげます。で、一回ね、流水で流す。流水で流す。で、そしたらこっちに入れて、よーから。で、もう一回。ね、これはね、糸村さんに教わったんですよ。よーく洗うのが大事なんですって。で、これ4、5回洗う。今3回目。はい。まあ、ちょっと今回4回にしましょうか。よーく洗いましょう。そうすることによって麺がすごく締まる、でシコシコの食感になるということです。はい、どうでしょう。でね、氷水を使わない。氷水を使っちゃうとね、麺が固くなりすぎてそばの香りも落ちちゃうらしいんで。で、ここまでやったらちょっと絞ってください。麺にね、水分が付着してるとつゆが薄まっちゃうんで、よく絞りましょう。はい、これぐらい絞ったら OK です。はい、じゃあそば盛り付けます。もうね、普通にこんな感じでもうドガッと持ってください。で、さっき最初で肉汁ね、これちょっとね、油浮いた油が固まってますけども、これ全然気にならないので、肉はね、汁はね、全部かけてください。ネギはザルに開けてちょっと絞ります。持ってく、もりもりで、二郎系なんで、海苔もね、もうね、がっつりいきます。のりまさのりでお願いします。爆盛り、のり爆盛りで、ごまをもうバラバラっと、これひねりながらね、ごまってひねりながらやると香り出てくるんで、はい、ラーの油です。ラーの油もたーっと、僕は結構多め。はい、モンスター系志向の冷やし味噌は完成です。できましたので食べていただいて、いただきます。そばには日本酒、九頭竜の冷やしですかね、冷やし肉そばには。じゃあいただきたいと思います。いただきます。うわ、この香り、いただきます。うまっ。いやー、最高。肉がね、冷やしてるのにすごい柔らかい。
つゆの味が最高ですね、これね。肉と一緒に煮込んでるんで、お肉にもね、すごく味がついてて、美味しい。がっつり感を演出してくれるのは、ラー油。わさびでしょう。わさび。笑っちゃう。めちゃくちゃうまい。これで店やれれば、すぐ店やろうとするけどね、俺ね。かつお節が入ったね、手作りのタレ、最高にうまい。このつゆだけで飲める。ということで、彼女募集中の哲也、鈴木流星、鈴木流星、ひてみずる義流。これがうまいね。じゃあそばいただきます。いらっしゃい。うん、うまっ。そば屋さんとか見ないよね、こういうのね。あんまりない、ね、ないよね。昔あの漫画の島工作、あ、島工作、俺前回見たい、あ、見た。なんか新橋の肉つけそば屋は結構有名、別だけど、うん、なんか合わせてこっちの方が食べやすくて好き、うん、あの30秒前に揚げてるから、あのこうちょっと噛み応えがある感じにしてる。つけそばだったら伸びないんだけど、ぶっかけだから伸びる時間も考慮して、30秒前に揚げてます。このつゆのイケモリシステムが、イケモリシステムやばいよね。俺だって最近イケモリシステムしか使ってないもん。わさびはね、まあ好みだね。うん、うん、うまっ。すいません、ちゃんと池森さんのあの載せといて、概要欄に。はい、載せる。前も載せたから大丈夫、概要欄に載せといて。はい、ということで皆さん、今回の動画どうだったでしょうか。マジでうまいっす。がっつり系のそばが食べたいっていう方は、もう絶対やって、絶対後悔しないと思うんで、ぜひ皆さんやってみてください。ちょっとあの一応池森さんに連絡しといてちゃんと。あ、池森さん連絡してる。あ、じゃあ、いや、連絡してない。あ、してない。池森さんもこの間俺のレシピやってくれたから、もう互いにリスペクトでいいんじゃないですか。レバーに出すんじゃん。いや、やるか。あの仕込みがあんまいらないからどうしても俺もともと飲食店やってたから仕込みの言葉で考えるんだけど、これね、仕込みすげえ楽だから全然やれるよ。ラーメンより全然楽だもん。ネギ切るのは若干めんどくさくらいですね。いや、ネギ…しかも、まあ、なんか機械買う。ネギ切りの機械あんから、大丈夫大丈夫大丈夫。